足犬とは、古代日本に存在した、絹織物の一種。交換手段、課税対象、給与賜物、官人僧侶の制服などに用いられた。日本初期に振られた和訓は、太犬、和名類受賞においては、足犬である。また、礼儀家においては、細木を絹となし、細木を足犬となすという一文があることから、通説では、大陸都来の精巧な絹に対して、 国産の糸が太くて、粗い糸で織られた構成の紬のような平織りの織物であると推定されている。ただし、実料法において、最も上質とされている絹織物は、美の国で作られた、美の足絹とされていること、現在小燥院宝物として残されている絹と足絹を比較すると、大きな品質の違いが認められないことから、通説に問題があるのか、奈良時代には、 両者の品質差がなくなっていたのか議論の余地が残されている。単語国家か足絹でこれを調査した布目順道によれば比較的細密でしかもしっかりと折られており数ある足絹の中でも上等品に属し絹といっても通用する程度のものと述べている。千年この単語国家か足絹を古代技法そのままに宮津青年会議所のメンバーで復元した。 そのうち一旦を牛田、織物会長、牛田博士が、単語地理面発展の願いを込めて、東大寺に奉納、焦燥院に保管された。なお、この復元、足ヌは500年後に一度開封されることになっている。ありがとうございます。